ユーストリーム見れます。 FM 桜田のホームページからお願いいたします。そしてもうねもういろいろあるからね。あとなんだっけなんかあったよ。ああだサイマル放送ですよ。サイマル放送は、FM 桜田のホームページからこれがあるおかげで日本全国の皆様とつながっているわけでございます。そして地上波、FM 桜田より発信しております 76.5 メガヘルツ、76.5 メガヘルツでですね桜田近辺佐久近辺、の皆様にはお届けしておるわけでございます。今週もお耳汚しすぎませんね。楽しんでいただけたら幸いでございます。さあ今日も頑張って選んだよ、いい曲ちょっとね盛り上がる浮かれる曲いってみましょうか。では1曲目キャロル・キングでジャズマン。いやちょっと浮かれた感じ、春だねこの感じ好きよ。キャロル・キングでジャズマンでした。さて、本日のお題は、月間テーマね、月間テーマは浮かれています。
そして、サブテーマが鉄板、あなたの鉄板ネタどんどん送ってちょうだいよ。さてラジオネーム竹パパ、くんごさんこんばんは。いいこんばんは。浮かれる暇なく4月が終わりそうな竹パパです。30日には少し楽になっているはず。30日、これはですね、今僕がサポートしているアフロベゲという、オマールというねセネガル人が、を筆頭にですね、ファットっていうバンドの藤原大輔がサックスだったりとか、僕が敬愛するシンガーソングライターの鈴健っていうのがねいまして、それがまあ後でまた話しますけれども、4月30日錦糸町でライブを昼間つか夕方やるので、それのことでしょうっていう振りがなかったから、もう一回も竹パパ、くんごさんこんばんは。浮かれる暇なく4月が終わりそうな竹パパです。30日には少し楽になっているはずです。サーブテーマ鉄板、明日は会社の歓迎会。あ、いいね、鉄板は何、あ、どうやら鉄板焼きみたいですって。なんだよ、そうか、どうやら鉄板焼きみたいです。あ、そう、まあまあ鉄板だから合ってる、そういうことなのね。いいね、鉄板焼きで歓迎会、いいじゃない。竹パパさんありがとうございます。ツイッターも動いてる。あ、奄美の黒うさぎさんありがとう。ゆずの平和、これ平和でいいのかな、ゆずの平和で号泣したのは私です。泣ける曲の鉄板ソングは何ってですね、そうなんだ、じゃあ俺もちょっと後でググってみよう。ありがとうございます。さあじゃあ2曲目いくぞ。これねちょうど後でね、僕がバークリー行った時の同期、さっき2人でやり取りしてて同期の桜スタイル向こうも受けてたんだけど、河合美奈子ちゃんっていうシンガーソングライターがいるんですけども、彼女の曲を後で流すんですが、それと一生の時期にアメリカに行った時に超流行ってた曲、これもういいよ、なんていうのグルーヴ的には超当時の大鉄板ものでした。The Brand New Heavies で Dream on Dreamer。
ラニューヘビースで Dream on Dreamer でした。さあ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 、もういい、今日いい感じだね、いい感じだね。メッセージもいっぱい来てるね。ツイッターも動いてるな。いいねいいねいいね。ツイッターファンファンライダー2号さん、ありがとうね。浮かれてます。仕事終わりに熱々グラタンにビール、ウェイ、うまい。あー早く飲もう。ファンファンライダー2号さん、ありがとうございます。ラジオネームヘロリ王子、あーこれメールね、いつもありがとうね。こんばんは、くんご先生、 FM 作ダイラの皆様。この間めでたく14になったヘロリです。14歳、中学2年生、いいね。浮かれてる。春先に女の子に告られて浮かれてました。おお、素晴らしい。がっ、その後とんでもない展開になっています。今は逆に浮かれてる状態になってます。ドローン。それではまた。というわけで、鉄板は思いつかない。鉄板思いつかないの？例えばさ、あのヘロリ王子ドラムやってるじゃない。ドラムの、ね、スネアの鉄板って言ったらなんだ？ほら思いついただろう。ラディックだよ、ラディック LM400 ね、あるよ。というわけでヘロリ王子ありがとう。ね、どうしようかな、どうしようかな。もう曲いっちゃう、あ、もういもう一つだけ読んじゃおう。もう一つだけ読んだら曲いくね。これは誰だ。ラジオネームナス単身さん、いつもありがとうございます。くんごさん、ラジオをお聞きの皆様、おこんばんは。本日はラジオ専用ルームにこもって、右耳は FM 桜平でくんごぼんご、左耳は MBS 毎日放送で阪神対 DeNA また野球だ。あー、なるほどね。いいじゃないですか。4月のテーマ、浮かれてます。すごいよこれ。78キロ完歩できたので、むちゃくちゃ浮かれております。素晴らしい、素晴らしいね。作詞競歩大会、おお、すごいね、すごいね、すごい。俺絶対嫌だ。翌日はパツパツパンツで、パンツ状態だろうと思っていましたが、私のボディは驚異の還暦少年でした。還暦少年って、還暦少年っていいね。浮かれてお尻フリフリしちゃってますか。それでなんとなく今日は日本史かな、と先日ある方からいただいた柵の花をちびちびやってます。柵の花うまいよね。なるほど、いいじゃんいいじゃんいいじゃん。 78km 完歩おめでとうございます、那須三振さん。さあ、で曲かけようとね、次の曲はこの間ね、ライブの後に、三茶のライブも聴けるバーみたいなとこがあって、そこに三軒茶屋ね、世田谷のに行きまして、そこで出会った超いいシンガーソングライターの曲、これいいよ、本当にかっこいいよ。聴いてみてください。上田明宏で、そっと口に運ぶように。
いやいやかっこいいでしょ。俺月曜からヘビロテなんだよ。で3曲ぐらいの中でどれかけようかなって迷ってこの曲にしました。上田明宏、上田明宏、上田明宏、上田明宏でございます。上田明宏でそっと口に運ぶようにでした。さて、いっぱい来てるな。一通二通読んだら、スポンサーを紹介したいかなと思う次第でございます。本日のテーマは、今月のテーマは浮かれています。そして本日のテーマが鉄板ね。そういうわけで皆さんどんどんお待ちしておりますよ。ファックス番号0267-658880、メールの方は FM さくだらのホームページから、そしてツイッターはハッシュタグくんご、カタカナでハッシュタグくんごでお願いしますね。メール、これどっちから言ってもいいの、こういうなんとなくさ時間順、俺がぐしゃっと置いた方がいいんだなって、ブツ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 。ラジオネームまーちゃん、いつもありがとうございます。くんごさんこんばんは。はい、こんばんは。お題は鉄板ね。キャンプで鉄板といえばバーベキューですが、私のキャンプ鉄板メニューは大きなダッチオーブンで作るラザニアです。これがうまいんだよね。素晴らしいよね。お皿でオーブンで焼くのではなく、ダッチで直火で焼きます。出来上がって蓋を開けると上に乗せたチーズに焦げ目がついていい感じです。必ずわーって歓声が上がります。これ快感です。あー食べたいなー、まーちゃんのラザニア美味しいんだ本当に。まーちゃんありがとう。じゃあもう一つだけ読もうかな。ラジオネーム、バッファローウィング、くんごさんこんばんは。浮かれてはいませんが、沈んでもおらず安定期に入ってるバッファローウィングです。今日は水回りの掃除しながら来てますよ。水回りの掃除気持ちいいよね。俺蛇口とか結構ピカピカに磨くの大好き。鉄板といえばバーベキューで鮎の塩焼きは鉄板ですね。串を打った鮎を焼き始めると間違いなく盛り上がります。もう一個、夜の鉄板は学生時代に世田谷の関東中央病院で、これで俺住んで今も近いし、前住んでたお家から目の前よ。世田谷の関東中央病院での体験談、下ネタと医療のギリギリのラインの話なので飲み会では受けますね。電波には載せられませんが、そういう場合はここは読んじゃダメという感じで送ってください。ぜひ読みたい。うち関東中央病院ね、近かったのでお世話になったんですが、これ本当に電波で言えないので、ありがとうバッファローウィングさん、嬉しいわ。さてじゃあここで、中村さん BGM をさ、ウクレレちゃんのに変えてもらってもいいですかね。あるかな。ここからはこの番組を力強く応援していてくださっているところの、ただこれがないとね、スポンサー各社紹介したいと思います。まずは、ガレージライオン、今日もお世話になりました。本当助かるわ。ガレージライオン、軽自動車からスーパーカーまでレースのこと、モータースポーツのことならお任せください。各種点検整備も受付中。僕はアルファロメオを車検に出しました。電話0267-241315、0267-241315。今ね、ちょっといいオイル入ってるよ。いいオイル入ってるよ。ちょっとマジいいよ。っていう感じで、ガレージライオンさん、皆さん、車好きはね、必ず覚えておいてください。ガレージライオン。そして、フォルトナスタジオ。群馬県は高崎市の東隣、沢郡玉村町にある企業です。輸入車のレストア、カスタム、車のことなら何でもお任せください。適切なメンテナンスで安全で楽しいドライブを。古い車、特にイタリア車大好きな方、ご相談お待ちしています。群馬県高崎玉村スマートインターチェンジから5分。電話 050-6867-3821、
050-6867-3821 です。フォルトナスタジオ、ぜひこれもねブログをチェックしてみてください。板金塗装もやってるしね。俺ちょっと頼みたいことあるんだけどな、猪瀬さん電話してみよう。さて、そしてそして今日、今月はもうない、来月一度、また出落ちしてもらおうかなと思います。ドッグハウスダディ西軽井沢、家族の急なお出かけに木々の緑と自然に囲まれたドッグハウスダディ西軽井沢、冷暖房完備、心地よい木漏れ日の中で自由で快適な時間、ごめん、俺やっぱね噛むよ小島さん、もう一回行こっか。家族の急なお出かけに木々の緑と自然に囲まれたドッグハウスダディ西軽井沢、冷暖房完備、心地よい木漏れ日の中で自由で快適な時間を過ごせます。チェックイン、ご予約時間から個室サークルスペースは滞在数分をご用意、消灯の、就寝時間以外はフロアとデッキテラスへの行き来を自由に過ごしていただけます。他のゲストがストレスになる子には無理はさせません、ご安心ください。またペットに豊かな余生を提供したいという方へ、入所後はたくさんの仲間たちに囲まれてのんびり過ごしていただく環境を与えます。経験豊富なスタッフが介護とサポート、健康面もチェックします。老健ホームもご相談ください。ドッグハウスダーリー西軽井沢、0267-316312、0267-316312です。で、小島さんの、ああそうだ、小島さんと話してて、せっかく貞成くん音楽家なんだから音楽の話もっとしなさいよっていうふうに、言われましてですね、それはね小島さんに、くだらない話ばっかしてないで犬の話しなさいよのお返しだったっていうことに気がつきました。というわけでドッグハウスダディ西軽井沢、そしてフォルトナスタジオ、ガレージライオン、そして僕のスタジオ、スタジオシベもスポンサーとこの会社して、この番組をしておりますので、ドラム教室世田谷と軽井沢でやってますので、スタジオシベで検索してみてください。さあ、じゃあ1曲やってセッション行こうかな。1曲やってセッション行く、それ1曲やって CM 行く、どっちする。じゃあ1曲やって1曲聴いていただいて CM 行きましょう。で、聴いていただくのは、先日、新木場のスタジオコーストというところでですね、大きなイベントがありまして、そこで参加したアフロベゲっていうのはオマールっていうそのジャンベマスターセネガル人を筆頭にしたバンドなんですけれども、サックスがファットの藤原大輔で、ベースが鈴健、僕の一番大好きな、と言っても過言ではないシンガーソングライターなんですが、彼らのバンドで僕はサポートでドラムをやって新木場コースでやりました。そして、今度日曜日は、ボーボージュという、錦糸町、東京は錦糸町にあります和風居酒屋、いいのかってバコンだぞっていう、の昼間のイベントなので、これね相当楽しいと思って、良いと思うよ。僕のドラムの生徒さん、パーカッションの生徒さんはもう普段誘わないんだけど全員来いっつってる。で、打楽器好きの人はもう絶対来た方がいいよ。4月30日ね、アフロベゲで検索してください。俺これ何回だったんだよ、やった時さ、覚えるのすごい大変だった曲だけど、すっごい気持ちいい曲を聴いてください。アフロベゲでイェグイェグ。
フロベゲでイエグイエグでした。さあ最近サボり気味のセッションしようぜ。ワン、ツー、スリー、20時も過ぎた、ご飯も食べ終わった、ふーっと一息なこのラジオの時間帯、私と一緒にセッションしてみるのもいいかもしれません。というわけで私が持ってきてる楽器は、いつもはカホンって言うんだけど、今日はねパールのトラベルコンガっていうの持ってきたので、このトラベルコンガっていうのはいわゆるこう、なんていうの、コンガってこう胴がギョーンって長いんだけど、胴をバシッと切って上の方だけみたいなやつなの。だけど他のメーカーで枠だけっていうのはあるんだけど、トラベルコンガっていうのは短い胴体がついてるので、音がね響くんで、こんな感じでさ、おいいでしょ、いい感じで響くでしょ。おで、これ使ってなんかやってみようと思うんですが、セッションしようぜワンズスリー、このコーナーに関してはですね、本当に決め事なしなのだ。なのでどうなる、どうなるから、ちょっと久しぶりだからさ、この楽器触るの、行きに来るときに思いついて、あ、これっつって引っ張ってきちゃったんだね。さあちょっとやってみようかな。音なんのかなこれ。あ、なんねえな。よし。やっぱりいつものカホンと比べるとでかいな、音割れてなかった、ごめんごめん。ああ、まあまあまあ、思いつきにしてはまあ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 だったんじゃないの。今日持ってきたのはパールのトラベルカホンというか、あ、カホンじゃない、トラベルコンガという楽器でした。さあじゃあ一曲聴こうか。桜前線上昇中ってまだ言ってんのっていう話ですけども、ようやっと柵にも春が来たらしいよ。もうね、葉桜で、でもやもう満開、散り始めか、ちょっと舞い始めてる感じで、うん、あ、そうか、地区によってはこれからね。で、私の住んでる軽井沢まだですよ。あのね、木によっては満開に近い木ももちろんあるんですが、やっぱまだだね。山桜は咲いてるかなという感じです。梅と桜が同時に咲いて同時に散るようなね、そんな作および軽井沢でございます。この曲をかけたくって、連絡を取ってたんですけれども、
バークリー時代の同級生で、まあ、僕は同期の桜とさっき彼女に言ったらですね、バカ受けしました。僕の同期の桜、河合美奈子。河合美奈子ってね、楽曲提供で有名で、例えば中森明菜だったり、中島美香、今井美希、平原綾香、郷ひろみ、あ、楽器、荒垣結衣、森山良子、島谷ひとみ、岩崎宏美、すごいね、香原朋美、エブリリトルシング、なるほど、みたいな、そんな感じで、詳しくはウィキ先生に聞いてください。そんな美奈子ちゃんの、俺を呼び捨てにする女、河合美奈子さん、この曲を、桜の季節、あなたの常識、あなたの地域ではもう過去のことかもしれない、美奈子ちゃんも一緒なんだけど、でも私たちの地域は今だ。聞いてみよう、河合美奈子で桜色舞う頃。
美しいね。川江美奈子で桜色舞う頃でした。さあ、美しい曲の後にギターおじさんの渋いギターが出てきちゃったな。おどろおどろしいのかな。まあいいか、いっぱいメール来てるね。ありがとうありがとう。またあの、あと動画もありますがね、なるべく読みたいなと思っております。ラジオネームたまには聞いてる男パート2、メッセージ鉄板ということでググってみたら、これ面白いね。鉄板ということでググってみたら鉄板間違いない、 No doubt って No doubt の曲かけてっていう感じなんですけど、俺さあこれなんかリクエスト特集みたいな週があってもいいよね。あのリクエストだけを見繕ってかけ、まああの大西貴文さんがやってるんですけどそういうのをたまにはやろうかな。これちょっと取っといてもらおう。俺が持ってかれてなくしちゃうから取っといてもらうって。うん。ね。で、あ、クンゴボンゴボックスってあんの？あんだ。あ、ボックス入れといてって言えばいいんだ。はがき、あるんだ。あ、あの、すいません、今、あの、番組中打ち合わせで連絡不行き届けで。いやいや、じゃあ俺も聞かなかった。別に中村さんが悪いなんて俺は一言も言ってないって。ねっていうね、ラジオ電波でやんな。ラジオね、ママミのクロウサギありがとう。せっかくどうもなんです、回線思いつつ切れないことを祈っててくださいと。ちょっとガオってる感じのママミの、ガオ来てんだ、ちょっとガオってる感じのママミのクロウサギ、ここ数年4月後半が鬼門だったことをガオってから思い出す。ガオドローン、なんで学習できないんでしょうかねということで浮上する方法を模索中。まあね、4月ってあ、でもね、そうそう、うち我が家的にはね、なんか2月3月って結構体調崩したり、あの鬼門ではあるわね。サブテーマ、今近所で埋設管工事、雨の日滑るんですよねと。あの、あ、穴塞ぎの鉄板、そう、あれはね滑る。そういえばもう何年も鉄板焼きしてない。そうねゴールデンウィークに帰省できそうだから久しぶりにリクエストしようかな。これから夕飯と空腹で頑張ってます。落ち着け。黒うさぎさんありがとう。ラジオネームうさくまさんいつもありがとう。くんごさんこんばんは。鉄板というとお肉焼くことしか思い浮かばないです。同じです遠赤プレートというアウトドアグッズは安いお肉も美味しくなってお気に入り。あー、いいね。アウトドアグッズだけど家の方が出番が多いのは私だからお肉焼き焼きしながらビール美味しいですよね。もうね 1000% I agree 1000% 君に 1000%。 宇佐久間さんありがとうございました世代がバレるしたらあとこれでしょう。ちょっとね曲少しでも、いやほらだ30何で30秒しかなくてもちょっと押せばいいの。ちょっとだけ聞いてちょうだい。ハービーメイソンで Do You Take My Love。
さあさあさあ、残り時間がわずかになってまいりました。滑り込み滑り込みでメールもたくさんありがとうございます。ツイッターも動いてるね。ファンファンライダー2号さん、クンゴボンゴ選曲いいわいいわいいわ素敵だわありがとうね。メール、ラジオネーム足沢健一さん、すごいね、本名バスッときてるね。お題鉄板、鉄板といえばちゃんちゃん焼き、実家が北海道なので子供の頃よく食べました。春に山菜を取り花火しながら食べたのを思い出します。いいね。ラジオネーム頑張れまこちゃん、ありがとうね。あ、これちょっと後で読もう。放送終了後動画を楽しみに待ってください。頑張れまこちゃん、ありがとう。ラジオネームゆきちゃんまん、お嬉しいね、ありがとう。おばんでやす、初メールです。テーマ浮かれていること、嫁と子供実家にお泊まりこれいいよね。三ツ矢銅線麺で一人ラーメン堪能中、これ最高です。残り1分43秒。ナース単身さん、ありがとう。後メールごめんね。でも嬉しいよ。ナース単身さん、ありがとうね。後メール楽しみにしておいてください。八二カローラさん、福島 FM リスナー八二カローラさん、いつもありがとう、嬉しいよ。で、後動画よろしくね。ラジオネームリトルミー、リトルミーさん、ありがとう。私の小学校の時のあだ名は鉄板でした。そういうあだ名もあんのね。ラジオネーム頑張るまこちゃん、あ、これさっきあれか、ごめんね、後動画でお願いします。ゆきちゃんマン、あ、これ読んだのね。あとダークネスユウキも来てた。ダークネスユウキありがとう。これも後動画、これは後動画の後動画の鉄板といえばダークネスユウキ。そういうわけで、4月30日今週の日曜日はボーボージュ、錦糸町でアフロベゲのサポートで僕ドラム叩きます。すごいいいから、とにかくその音楽好き、打楽器好き、そして僕の生徒さんたちは集合すること。4月30日アフロベゲで検索してください。アフロベゲね、いやいいよ、ほんと久しぶりにね、自分の勉強にもなるし、本物のアフリカ人がやる本物の伝承音楽家が伝えるジャンベの音と、今の音楽をぜひ楽しんでいただきたいなと、4月30日よろしくお願いします。この後は大西隆文さんのザナイト、引き続き FM 桜平でお楽しみください。クンゴボンゴ、また来週、さなりクンゴでした。